そうで大丈夫なんですかえあの炭素は乾電池の陽極に使われているように電気を通しやすいですし<ー>イオンになりにくいので、はい、電気分解の電極として使われますで、こちらの赤いケーブルにつながっているのが電源のプラスです、はい、で、こちらの黒いケーブルにつながっているのが電源のマイナスではスイッチを入れてみてください、はい、やってみましょういきますはい入りました、えー、どんな変化が起こっていますかね 先生陽極の方は泡が出てきてますねそうですね何か気体が発生していますねでも陰極の方は全く反応しませんね,ね陰極は気体が発生しないんです気体は何ですかえ、それを調べるためにこちらに、えー、色のついた紙がありますので,これ,ですかこれを発生している気体にちょっと近づけてみてください、はい、この紙をですねはい。はい、えっとこちらの気体が発生しているすぐそばでそばにはいあ先生 白くなりましたよ。えあの発生している気体で漂白されましたこれはもしかしてあの番組のオープニングで先生がやってたのと同じじゃないでしょうかそうですね,ね先生あとなんかちょっとプールの匂いがするんですけどそうですねあの <laughs> プールの殺菌にも使われていますから <laughs> これは塩素ですね,そうですね 陽極から塩素が発生しているということなんですそうなんですね塩素はあの大量に発生させるとあまりよくありませんから電源の方すぐに切っていただけますそうですか早く言ってくださいすごいね匂いがええ。ぱい出てきました次なんか取れちゃいましたけど大丈夫ですはいじゃあこ入れておきます先生あのこっちの陰極の方は泡が出なかったんですけどこれはどんな反応が起こってるんですかえっとちょっと陰極を静かに引き上げてみてもらえますかはいわかりましたじゃあ陰極を引き上げます ついてますけれども先生。えっと陰極は金属が析出しているんですね。はあ、この色から何の金属がわかりますか？この色は銅ですね先生。そうですね。<ー>あの銅のイオンが還元されて、はい、金属の銅が析出したということなんです。そういうことなんですね。塩化銅に水溶液を炭素棒で電気分解すると、はい、陽極では塩素、うんはい、陰極では金属の銅が析出するというこ合です。はあ